はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。飯塚市のイオンホナミショッピングセンターにやってきました。さあ、こちらに来るのも1年と半年ぶりぐらいですかね。飯塚の商店街とかは人がすごく少なかったんですけど、やっぱり皆さんこちらのイオンにね、足を運んでるようですね。ビレッジヴァンガードって見て回るだけでも相当面白いですよね。こんなものがあるんだっていうような新たな発見があったりしますね。内装もかなり広いですね。十分なスペースがありますね。やっぱりスーパーになってくるとお客さんが結構増えますね。
はい、2階にやってきました。ね、いきなり ABC マートがあります。ああ、そういえば1階のフードコートとか飲食街の方行ってなかったですね。後で行きたいと思います。楽一楽座はもう音がね、かなりガヤ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 してきますね。キディランドがありますね。小倉もリバーウォーク北九州にキディランドあったんですけど、多分今はもうなくなったんやったかな、確か。ちょっと懐かしい気持ちになりました。
こういった吹き抜けの構造のね、2階から開花を見下ろすのってなんかいいですよね。平日なのでフードコートはあんまり人が入っていないですね。さて、お腹が空いたのでね、庄屋にでも行ってみたいと思います。よし、まあまあ空いてますね。座れそうです。
はい、鳥天ランチにしました。これね結構美味しいですよ。家の感じでございます。ありがとうございます。本当だったらこの後直方までロングウォークしようかなと思ったんですけど、まさかの雨が降り出してて、もう完全に心が折れました。なのでここでやめておきます。ではご視聴ありがとうございました。